今日も聞いたんです。ポッ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 。はい、こんにちは、きりたんぽです。今日はね、何をしていきますかと言いますと、ちょっとね、前に流行った、私ちょっと前に流行ったものしかできないのだろうか、フルーツ飴を作る。なんか フルーツを切って、それに割り箸を刺して、あの砂糖水をかけてやってみたかったの、ずっと。また流行りからちょっと遅れた時代にやってきた私です。今日はね、ちなみにネイルをしておりませんので、素手で料理をしていきたいと思います。では、つるるつつつつ、あ、見えますか、こんにちは、私です。今回使っていくフルーツを紹介したいと思います。では洗いましょう。リンゴ、キウイ、オレンジ、柿、いちご、シャインマスカット、キウイ。パインはちょっとでかすぎたので、この切ってあるやつ買いました。飴作りをしていきたいと思います。弱火がいいな。ね。やべ、かき混ぜないでって書いてあった、絶対に。かき混ぜないのって嫌だね。なにこれ、ちょっと音をあまり立てずに。うわぁ、はい、ということでフルーツ飴を食べていったんですけど、今日はなんでこのフルーツ飴を作ったかと言いますと、キャンディークラッシュフレンズってあるんだけど、その姉妹作で新しく出たゲームなんですけど、その特徴として爽快っていう感じのね、音なので、その音にちなんで、フルーツ飴のカリカリっていう音フェチをやってみました。キャンディークラッシュ自体はもう高校生の時にすごいやってて、キャンディークラッシュゼリーソーダもすごい制覇してきたので、新しく出てすごく嬉しいんですけども、みんなに見せていくね、やり方を。やり方知ってるかな。レベル13やっていきますね。で、このフレンズっていうのが、これの場合2つフレンズを選べるんだけど、そのフレンズによって違うのね、できることが。このお魚さんはこうピヨーンって飛んでポツってなったところがパッってなるんだけど、こっちのキャンディーみたいな袋の方はこうピヨーンってなってポツンってなったところがバンって弾け飛んで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,9個ぐらいのやつが全部なくなる。おすすめされてる方をね、いつも私はやってます。プレイ。これタコさんを助けようということで、3つから消せるんですけど、その形によって出てくる何かがあるんですけど、まあ説明していきますね。
ほら、もうタコさんが顔ですって言ったから。で、今のは4つまっすぐなのを消すと、このボーダーみたいなキャンディーが出てくるんですけど、それがもう縦列全部でなくなるってやつなんですよ。オレンジ消していきます。ほら、タコさんがね、いっぱい出てきちゃうわけ。助けられたわけ。金魚と、あのキャンディーを掛け合わせると、さっき言ったピューンってポスってなるんだけど、そのポスってなったところがボーダーのキャンディーの効能を使えるという、説明合ってます？絶対合ってない気がするもん。やるね、とりあえず。見たらわかるから。ほら、ほら、まあまあまあ、いっぱい消えるよ。水色とオレンジのやつを掛け合わせると、うわーって消えるのね。わーって消えたでしょ。で、この金魚たちを合わせると、金魚が3個になるの。これ金魚かどうかわかんないけどね。魚です。もう少しでタコさんを助けられるんじゃない？あと3体ですね。3匹。やっていきましょう。このタコさんみたいなピンポイントのものを助けるときは、やっぱこの魚さんを使うといいですね。あと1匹だからこれでステージクリア。これでステージクリアー！ね、はい、ということでね、高校生の時からずっとハマっているゲームの紹介でした。でプレゼントキャンペーンで応募してくださった方の中から抽選で10名様にサイン入りの Amazon ギフト券5000円分をプレゼントします。応募方法とかは、下の概要欄に詳しく書いておりますので、チェックしてみてください。Amazon 5000って言ったら結構なんね、買えるよね。そんなプレゼントキャンペーンもあるので、ぜひキャンディークラッシュフレンズをダウンロードしてみてください。今日はフルーツ飴を作ってみたでした。では、バイチャルー。さっきね、本編とは別にね、作ったのですよ。ちょっと食べていきたいと思います。リンゴ飴どうやって食べるの？せーの、せーで、いって、歯がなくなる